ロクシタンはフランスに本社を置く化粧品のメーカーである。南フランスのプロバンス地方におけるライフスタイルを取り入れた自然派のコスメティックブランドとして1976年にオリビエ・ボウさんによって創業された。その名は南仏を中心とした中世の言語圏オクシタニアの女性という意味がある。オリビエ・ボウさんが蒸留器を用いたピュアなローズマリーエッセンシャルオイルを 製造、販売したことがきっかけとなり、1976年に六師団を設立。1980年には、フランスのボルクスに第1号の店舗を開設し、通信販売サービスも始めた。アルプドイコールオートイコールプロバンス県、マノスクに本社がある。1990年代中盤には、アメリカ、香港、イギリス支社をそれぞれ設置。 日本には1996年11月に1号店を出店した。2010年5月、ロクシタンの子会社にあたるロクシタンインターナショナルが、香港証券取引所に新規上場し、日経 MJ によると、全株式の25%に相当する3億6412万株を売り出し、約5 5億香港ドルの調達を図った。2010年5月時点では、 約80カ国2500店舗を展開し、日本には110以上の店舗がある。日経 MJ によると、2009年4月から12月の売上高は4億6269万ユーロであり、このうちの35.2%を日本、台湾、香港が担っている。商品のラインナップは、スキンケア、フレグランス、ボディケア、バス製品、ホームフレグランスに分けられ、 植物療法やアロマテラピーの理念に基づいて作られている。製品に添加物、着色料を全く使用せず、ローズやオレンジ、ラベンダーなどの花や果実、グリーンティ、蜂蜜、オリーブやアーモンドなど100%植物由来の原料を使用している。六種ンは独自の倫理的ガイドラインを敷いており、 すべての原料を生産したのは貧困のために労働に追い立てられた子どもたちではないことや動物実験を行っていないことを保障する旨を信念として表明している。また、アフリカ原産のシアバターは生産地であるブルキナファソの女性たちと相互連携して製造し、現地の女性に収益をもたらすよう図らっている。他にも必要のない放送を省いたり、多くのラベルに展示を打つなど、 環境や社会における多角的な配慮を行っている。渋谷スクランブル交差手前にあるテーラスド・プロバンス。渋谷の外観日本進出以前は、パリを訪れた日本人観光客の土産物として、同社の代表的な製品であるシアバターの人気が高かった。1996年11月、代理店契約を締結していた企業が、東京銀座に日本初となる店舗を出店した。 1998年にはロクシュタンが全額出資する日本法人ロクシュタンジャポンを設立。翌1999年、表参道交差点北青山に第一号店を開店台都市の条件の良い場所に限定した路面店や百貨店、空港内などの店舗販売とインターネットでの通信販売、全日本空輸日本航空での機内販売を行っている。また、 日本国内では、フォーシーズンズホテル椿山荘東京、ホテルニューオータニをはじめとしたホテルでアメニティグッズとして客室に提供している。2008年5月、東京渋谷に日本における帰還店となるテラスド・プロバンス渋谷を開店させた。渋谷スクランブル交差点に面し、カフェが併設された同店の総店舗面積は世界最大規模の384平方メートル。 世界1000目で日本最大の店舗となった2008年度におけるロクシタンジャポンの売上は日本経済新聞の推計によると150億円である。ありがとうございます。